じゃあ行くか次。これさ、闘技場の報酬のゴールドさ、開封する前からこのゴールドに反映されちゃってんだよね。すげえネタバレだよねあれ。アスモダンのために自然を守らねばならぬ。ちょっと後で会おう。こいつも、まあ後で会おうだな。あ、いいんじゃないか。1ターン目、2ターン目だな。相手がまあ体力2のやつを出してきたらこっちだな。相手はウォリアか。変な装甲を積むロボットはやめてほしいな。あれです、体力3だから倒せないからね。お、いいね。パスしたならば生き残りやすい。こっち、頼むから静かにして。これ倒すか。倒しても盤面に残るかな。3体また全滅しちゃう。これでバフして、ヒロパで殴っても一緒か。リソースを切らすよりはヒロパで殴った方がいいかな。そうだな。次これだな。相手が攻撃力1とか出してきてくれたらこっちの方がいいかもしれないね。4ターン目で攻撃力1出すかな。あ、それか。チップ弾みが来た。モグロ副造みたいな感じのチップ弾み。悩むな。こっちかな。これとこれ共存できないからな。これで弱くなっちゃうから先に出しておこう。こいつ でもし次殴ればこれで守ってってことも考えてたんだけど、あー、いやー手出しにくいな。ヨーパレ殴って殴りってか。いやどうしよう、これが弱体化しちゃうんだな、これ使うことによって。まあでもバフすりゃいいか。太陽の泉を浄化せねばならない。おっとよ。ああ。まあでも、ようやくこいつが倒せるな。でもターン終了で回復の効果は使われちゃうのか。やばいぞ、6ターン目でこんなに削れてないと。後半別に強くないぞ俺のデッキは。これがあるからな、体力5は意味ないんだよね。ってことは並べに徹した方がいいよな。押し進め。吸収がないもんね。押して天風剣とかやめろ。この11の挑発が地味にいい仕事してくれてるな、このアルカナイトリーパーに対して。絶対使いたくないもんね。なんたる悲劇、書き留めたか。今ブギーモンスター欲しかったな、使いたかったな。
呪文で倒して出てきたやつをハイド変態は残して殴るか。4体も出てくんだっけ。うわ、強えな。どういうつもりば、こうかな。殴ってきて旋風剣とかありえるけどな。扇風機なんかピックするかな。ああ。芯まで腐ってるよ。しまいのしかないから、今だったらブギーモンスターもいい。ああ、どっちにしようかな。どっちが相手にとってうさいかな。割と攻撃力4があるから、どうしたの？腐らせやすいかな、相手の。で、手札も2枚だしな。もう粘ればいける気がするぞ。こっちかな。こっちだな。これもあるし。総呪文ってめっちゃいいシステムだよね。お玉はさ、やるかクレイジーな。ここはレイジの。あ、いいの引っ張ってくれるじゃん。いいの引っ張ってくれるな。お、アップルワーム倒してくれるか。これ使って2体で、いや、2体で殴るか。さて、相手手札切れてるからそんなに焦らなくても大丈夫だと思うんだよね。だからヤジロボを倒すのが今先決なんじゃないか、やっぱり。どうしたものか。じゃあこれ出して、これ使って2体で殴る。うん、これいいんじゃない。これで殴ってきて、これ倒せないんじゃないかな。バフしちゃおうかな。ブギーモンスターバフした方がいいな。挑発付与、ああまあ挑発付与も刺さるかもしれんな、それ。すっごくいい流れだと思うんだよ。ただ1枚でひっくり返すようなカードがないこともないと思うんだよね。優秀持ってて倒すたびに殴れるやつとかあるから、あれすごいうざいからな。ウォリアー使えたっけ、優劣だっけ。あれ、モダモダしてらんねえぞ。相手が出ていっちまったなってやつか、これ。おお、相手が出ていっちまったな。この世界とっても美味しい。相手が出ていっちまったな。やったー、4勝だ。いやー、もう絶望的な状況だと思ったのに盛り返してきたぞ。盛り返してきたの意識が低すぎる気もするけど、元が取れればいいんだよ。パックを買うより損しなきゃいいんだよ。
それがコンセプトだから。よしよし、次次。